キツネさん、はいはい。さあ、今回は私の持ち込み企画、カップル、夫婦、子供のお悩み相談室、イエーイ。夫婦子供のってたまたまインタビュー聞けた人言ってるだけでしょ。ちゃんと紙持ってもう本当募集しましたよ。カップル、カップル、夫婦、子供の、あ、子育てのってこと。あ、そうです。わかりにくいです。子供から相談来るのかと思っちゃいましたよ。まあ、ちょっと子供に関しては、子供の相談に関しては、まあ今回は、うん、新宿と渋谷に行ってきたんですよ。おお、すごいね、2箇所。ちょっとまあ新宿のちょっと調子が悪かったから途中渋谷に移動したという形ですね。なんでまあちょっと子供のなんかお悩みみたいな、子連れの方がそんなに多くなかったんで、まあカップル、夫婦のまあお悩みが全般だ。行ってみますか。はい、どういう悩みですかね。結婚してて来年で2年になるんですけど、旦那さんが、まあ、海外の方なので、まだ1回も一緒に住んでることがなくて、でこれから私が彼のところに、まあ、移住するっていう形にはなるんですけど、旦那は外国でもうそっちに住んでるので、私がそこに行くっていう形ではあるんですけど、あと 3,4 ヶ月ぐらいで新しい生活が始まるっていうところ、誰かと一緒に新しく生活を共にする時の心得だったりとか、こういう衝突があったよとか、こういうことを気をつけてたよみたいなのがあったら教えてほしいです。結婚してから1回3回しか会ってないので、なのでちょっとドキドキではあるんですけど。すごいね、この人めちゃくちゃ顔が小さいからマスクがめっちゃでかい。いや、そこはいいのよ。ていうか結婚してから3回しか会ってないご夫婦とかいるんだね、やっぱ世の中には。まあその向こうで海外で知り合われてね。どうなんだろうね、心得。いや、これはもうでもさ、わかんない。俺はいっぱい衝突したし、未だに、この間もリーサのインスタに靴下が放置されてるみたいな上がってるぐらいですから、未だに、まあ、生活感の不一致あるんだけど、まあ、あるんじゃない。だからそれ全部なくそうは難しいけど、お互いだから、こう、主張するときついよね。俺はあんまこだわりがないから、だからできればまあ、そういう男性の方が楽だけどね。その今の旦那さんがどうかわかんないけど。なんかその衝突あったんですか、そのここが合わなかったなみたいなとか。そう言われると、なんかその生活のルールで衝突って何があるんだろう。だやっぱ俺響いてないんだと思う、言われてんだと思う。俺が気をつけた方がいい。ただまあ生活とかよりも新しくさ、3回しか会ったことない人だからね、できるだけ2人の時間大事にして楽しんだ方がいいと思いますけどね。はい、どんな悩みでしょうか。男女の遊びをどこまで許せるかっていうので、きつみさんが嫌なことはどうやって伝えるかみたいな。今までにそのなんか彼にそういう行動が見られたとかバレたとかっていうのがあるんですか。21とか22とかその何回かあって、そういう関係じゃないって言われるけど、こっちとしては嫌だみたいな。本当は嫌だから、うん、どうしてやめてほしいことを伝えるか。そう、すごい変わったインタビューされる方で、マイクああやってやられるんですね。こう、まあ途中からちょっともう騒がしいから、もうちょっとあの新システムでいこうと思いました。男女の遊びはどこまで許せる、あれなんだよ、俺もう35とかになると遊ぶとか発想ないから。22で遊ぶ、21で遊ぶとか、それ人生ないのよ、俺もうおじさんだから。若い時は振り返ってとかね。女の子との遊びは嫌だから、どうやってやめてほしいって伝えたらいいっていうか、別れたらいいんじゃん。違うんだよ、続けたいんだよ。いやだってそんなさ、彼女いんでしょ。で彼女いて他の女の子と遊び行くみたいなことでしょ。ああ、そうそうだね。なんかやましいなんかこう気持ちしかないと思うよ。ただまあその男、本当に彼氏は女友達の可能性もあるじゃん。一緒に連れてってあげたらいいじゃん。おお、なるほどね。で行かないみたいなのでもいいと思う。まあ連れてってっていうのはあれにしても、なんかその素直な気持ちを言えばいいんじゃない。なんかその不安なんだけどっつって、私その人知らないし、もうじゃあ来いよっつって一緒に飯行こうよみたいになって、一回会ってみて、あ、こういう会なのねってなればいいけど、なかなか22で遊ばないぜ。
一人女の子がいるとかさ、ね、7、8人いて2、3人女の子がいる、うん、だってわかるけど2、2っていうのはちょっとわからないな。まあたまたま2、2になっちゃったっていうことかもしれんけど、大丈夫なこれお悩みの解決になって、まあ、だから嫌なことは嫌だって言った方がいいよ、絶対。ということで、新宿編終了です。短まだ籍は入れてないんですけど、恋人がいて、で10ヶ月ぐらいの子供もいるんですけど、私の家でずっと実家で一緒に見てて、まだ一緒には暮らしてなくて、これから一緒になるにつれて、なんか2人で子育ていくしていく不安とか、あと今私が見てるので、なんかその私は育児と仕事であんま友達との時間はほとんどないんですけど、彼氏はまだ一緒に住んでないんで、オールでの飲みとかがあるんですけど、そういう時にちょっとやっぱ不安になったりとかするんですけど、そういうのどうしたらいいかなって学生じゃなくてもう卒業はしたんですけど、学生時代に出産をしたので、まだなんて自立する力、財力面とか仕事もやってるんで、やっぱどうしても親に頼ることが多くて、なんか2人で子育てしてくれってなった時に、やっぱちょっとどうしても親頼ってばっかなんで、すごい不安だなっていう、2人で育てていけるのかなっていう不安があります。すんごいあったかそうな多分あの2人で子育てしていく不安に関して言えば、これはもうずっと不安だと思う。俺もだ、不安といえば不安だったし、分からないことだらけだったから、やっぱその不安に関しては多分ずっと不安で、まあ子供の成長とともにだん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 子供とコミュニケーション取れるようになってきて、その不安っていうのは薄れてくとは思うから、そしたらまた新たな学校行けば学校の問題が出てきたりとかで、新しい不安が出てくるから尽きないとは思うけど、それに関してはもうそれしょうがないね。もう親である以上はもう子育てをしていく不安はまあ向き合うべきだし、まあそれがあるっていうことがまあとても立派なことだと思って、不安になれるっていうことがねっていう意味で言うと、まあそこは大事にしていった方がいいかなと思うの、不安になる気持ちは。で、私が育児をしている間、彼氏が飲んだりしている不安、私もしてました私もしてました。ちょっと父親になったっていう実感が開くの遅かったね、俺は多分。まあでもそこで不安だったら言った方がいい、うん、さあ俺もうちの人からも言われたし、親に頼ってばかりでこれから二人でやっていけるか不安。まあその親に頼るのがどういうことかが分かんないけど、まあ俺はまあ一人子供がいて、将来じゃあトカゲくんが結婚して、で孫ができてジジイって来たらずっと見てたよ俺はね。いやそれ分かんないよ、その親御さんのね環境とかね仕事とかもあると思うけど、だから親っていうのは、まあ俺は甘えられるんだったら甘えても親だから、それはいくつになってもと思いますけどね、俺はね。分からんけど、うちの恵子ちゃんがどう思ってるか今日がそうやったんですけど、こういった旅行の時とかにビジュ悪いわー言うてテンション下がった時にどうやってあの一言かけたらいいかっていう。ビジュ悪いっていうのね、今日、はい、私調子悪いわみたいな日がなんか女の子にはあるらしくて、僕いつも可愛いと思うんですけど、そのなんていうんですかね、漏れてない日の落ち込み、そうを助ける一言の、これを言ったら、まあ、彼女のテンションが上がるみたいな。あ、そう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 、結局可愛いって言われても自分はそうは思ってないから、でも何分言われてもちょっと、いやそういうことが言われたいわけじゃないのになみたいな感じなんで、なんか納得する一言があればみたいな、その可愛いとかよりもってことですね。美男美女カップルなのに、うん、ねで彼女可愛いし、そう俺分からんこれなんて言ったらいいの、そんなことないよ可愛いよって言ってもはぁってなるでしょ、うん、めんどくさまあそうだよな、どう声かけたらいいんだ、これは正解は分かんないけど、ただ一つ言えるのは、今見てたら本当に美男美女で素敵なカップルだったから、そうやって大丈夫ってやるか、楽しもうよって言われたいだけじゃないの自分でも思ってたし、なんで私こんなことで機嫌悪くなってんだろうって。あとあんま余計な一言俺だって言わないかもな、そっとしとく。あ、なるほどね。だんだんそうなってきて機嫌が悪いなとか
なんか嫌なことあったのかなって思ったら、一旦そっとしておくと俺はで、まぁ、ちょっとこらえ見て、なんかあったの、うん、みたいな話はあるかもしれないけど、でそっとしてたらそっとしてたで、なんで黙ってんの、そう思ってんのってなるかもしれないからな、わからないけどな、可愛いって可愛いって。ちなみにどんなお悩みですか。ちょっと旦那のありがとうが少ないなっていうのが悩みです、はい、ありがとうって言われないと言えよって思っちゃうんです。いやまあなんか家事とか全般のやる気がちょっと失せちゃうなっていう。そのありがとうをそのどうしたいとかあります、その言ってほしいみたいな。自然に出てくれたらいいなって思います。じゃあもうちょっとうまくありがとうが出てくるようななんていうのアドバイスがあれば、もし、うん、もし男の人ならではのやつ、ね、男女の差だよね。そうだと思います、うん、そんな気がする。隣のマフラーのお姉さんめちゃくちゃ後輩なのかな、うん、ですよねって言ってぽいかわいかったね。いやなんかありがとうか、俺は割と言うようにしてると思うんだけど、うん、まあその LINE 含めありがとうね。でもありがとう言えよ空気感が出ちゃったら、それはそれで男のやつもなんかこう男はさ向きになっちゃう部分があるかもしれないから、逆に嘘くさく伝えてみたら、なんかありがとうって思った時に、うんうん、ちょっといつもよりザコ師匠入れるぐらいの誇張しすぎたねありがとうみたいな、そのありがとうの気持ちよさを相手に教える、受け手として、そしたら俺もあちょっと あいつにやっぱちゃんとありがとう言わなきゃなって思ってっていうパターンはある気がするけど、俺嬉しいからやっぱり奥さんにありがとうとか言われたら、それで一回ちょっと一週間ザコ師匠入れるなんかこの人浮気したのかなって思われないそんなちょっとそれで行ってみてください。でも それいけると思うんだよ、なんか。僕が一応年上で一応年下なんですけど、価値観が合わないところが結構あるんですけど、そこでどう価値観を合わせていければうまくこう夫婦に持っていけるのかなって思いますね。で彼女さんのなんかお悩みさんとかあったら。悩みは特にないですけど、お互い高め合える関係になれたら。俺分かります。溜めて溜めて溜めて爆発するタイプなんですよ。あ、言えないです、相手側に思ってることを、はいはい、溜まりきる前に吐き出すことができない。はい、できないです。そのだからもしかしたらうまく吐き出せる方法があったら教えてほしいみたいな。はい、なるほどね。まず彼氏さんの方、価値観が合わないが、そのどう合わないかが分かんないけど、価値観なんて大体合わない人なの。だから俺とヨシキリーだって合わないもん、うん、同性で、うん、で学生時代からずっと一緒にいて、でも俺の考えとヨシキリーの考えは基本合わない。ただ俺はもう仕事だから俺の考え方に合わせてもらってるけど、価値観っていうのは人で合う人ってほぼいないんじゃないかな。うわ完璧にこいつ合うねって思っても、じゃあ仲良くなるかっつったらそうでもないかもしれないし、最低限のなんか人としての部分は最低限 あったらいいよね。そこはお互いもう方向性が一致だったら、まああとはいいんじゃない、細かいこととかは。合わないなと思って、合わないけどあそういう考え方もあるんだなって受け入れられるかどうかじゃないかな。で納得いかないことはやっぱ話をして、でそれで話して彼女が溜めて溜めて爆発とか言って彼氏言ってたけど、うん、溜めさせるなそれ聞いてあげるしかないんじゃない、彼氏の方から。言えない人だから、うん、言えない人に言えよっつったって言えないんだから、最近俺になんか嫌だったこととかあったとか聞いてあげるしかないんじゃないのかなって思ったけどね。あの彼の方がなんかこう、うん、話すのが上手そうだから。なんて恋に落ちる確率は限りなく低いがゼロじゃない、略して恋限りです。ちょっと待ってください何なのこの子。いやなんか、まあ、街頭インタビューしてるじゃん渋谷のあそこのハチ公前で、うん、そしたらなんかアイドルの子たちがいっぱいなんかチラシ配りみたいなのしてるの。出ちゃっていいので、なんかもう何十人もいて、うん、
その中のなんかちょっと一グループに声かけに行って、まあこういうインタビューやってるからなんかちょっと出てくれませんかって言ったら、まあそれ事務所の方もいて大丈夫ですってことで、まあ恋の悩みじゃないんですけど、なんだったっけグループ名が。ちょっと長くて俺もね、あの恋に落ちる確率はゼロ、限りなくゼロじゃないみたいな感じですかね。何喋っても日本語が聞き取れないって言われるんですけどどうしたらいいと思いますか頑張って日本語喋ってるんですけど日本語じゃないって言われるんですけど分かりやすい日本語を喋るにはどうしたらいいと思いますかめちゃくちゃ喋れてるし、なんかあの笑いながら喋るからなんかリズムが人と違うから、なんでその喋りって言われちゃうのかもしんないけど、個性だからねていうかこのアイドルが気になったわ俺は次ラストですかね。お悩みを教えてくださいなんで俺の美容師さんなんだよもうネタないからってもう身内に行くのやめろって何一応聞くよ。あのですね、共有アプリでスケジュールを共有してるはずなんですけど、いつも明日の休み何すんのって共有してるのに聞いてくるんですよ。だから共有の意味がなくって、あとね、何回も同じこと聞いてくる。来週何すんの、明日何すんのって、もう言ったじゃん前みたいなのがめっちゃ多いんですけど、きよし君覚えられてますかスケジュール。全く一緒、俺も聞くっていうかさ、まあこれはるちゃんの質問だから俺言うけど、うん、共有アプリでさ共有してても、うん、教えてやれよ明日何すんの、明日まつげ行ってネイル行って、それから誰々ちゃんとご飯食べるぐらいの予定だろ、教えてやれよ。そんなさ難しい話をもう何度も聞くわけじゃないんだから、楽しい会話で終われよって本当に思うよ。あくまでね、はるちゃんに向けてね、はるちゃんに向けてだから、これはるちゃんだけだからね視聴者の人には言ってないよそう、何回も聞いちゃうよ。来週の予定何すんの、俺休みだったよね、あの日何すんのって、俺覚えようと思ってないもん、それをせめて覚えようとして。雑談よ、雑談あ会話って多い方がいいぞの以上だ。はい、大丈夫かな、みんなの僕期待に応えられてるかわかんないというかあれですけど、やっぱ悩みはそれぞれ皆さん大なり小なりあるんだなと思ってね。まあ我が家ももちろんありますから、インタビューに答えてくださった皆さんありがとうございました、今日も動画最後まで見てくれてありがとうございます。もしよければチャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いします。それじゃあ皆さんも素敵な一日をお過ごしください。じゃあねー。きつねそうな、な中尾さんさん、秋吉さんさん、キツネさんさん、な、な、中尾さんさん、秋吉さんさん、キツネさんさん、キツネさん。